ハイチューブ TV。で、以前にもね紹介してるんですけども、まあこうついでにこのパーマのですね、このパーマチャート、のれんですね、のれんチャートですけど、こちらの方をプレゼントします。いらないですよね、すいませんこれをプレゼントって言っても1名の方、こちら何が違うのかっていうと、まあ、細かい説明すると長くなってしまうんで、まあ、これ2つセットなんですよ。で、まあ、これブリーチも結構傷ませてるんですよね。これなんかもうボロボロじゃないですか、ボロボロ。でもこの新ね、まだ新しい毛は、まあ、こんな状態ですよね。でもこの傷んでる毛にしちゃうとこうなっちゃうんですよ。だからどんだけ薬の塗り分けだったりとか、その辺が必要なのかなと。あとどうしても中間水線ってわかりますかね。中間水線皆さん知ってますか。パーマのロット巻いて流す行為なんですけど、中間水線を、しますよね。で、まあうちも中間水線は徹底してやって、あるものを使ってなるべくその水線できるような状況を作ってはいるんですが、それでも完全に一撃を流すっていうことは非常に難しいと思います。まあ、シャンプーで取ったとしてもなかなか、まあ、矯正とかでね、シャンプーしてね、取れば、まあ、多少はね、取れやすいんですけど、ロットが巻いた状態で中間水線、これはなかなか難しいですね。ね、ある、まあ、ちょっとここで言えないんですけど、あるものを使って取ることもまあできるんですが、やはりそれでも残ってしまう。ということは、パーマっていうのはですよ、これは、大体30分ぐらい放置してる毛髪ですね。3、40分ぐらい、この一液は置いてます。あえて。で、パーマを巻き始めてから2液をつけて返すまで、2液をつけてあげるまでの時間って皆さんどれぐらいかかってますでしょうか。どのぐらいですか。その時間によって髪の毛はどんどん一液の反応してるわけですね。ですから、そのいかにパーマってすごく早い展開でやっていく、もうちょっとスピードを上げてやっていくっていう必要が あるかなと思います。長い時間を置いてしまうと、やはり結構ダメージが出てしまったりとか、でもし長い時間ね使うっていう、長い時間をね置いとくって場合は、やっぱりこう見ていくと、まあ結構バランスよくねかかってくれてるな。こちらね、ちょっと裏側見せますか。こちらこちらいいか。はい、こちら、タイムがね長くなればなるほど、まあ途中熱処理をしたりとかいろいろあると思うんですけど、パーマはやっぱりねスピードは速い方がいいです。じゃないとどんどん傷んでしまいます。でそこでやっぱりスピエラと GMT っていうのはすごく長時間耐えられる薬でも、検証結果ですよ、あるんで、ただスピエラはすごく濃くするとめちゃくちゃ傷むんですよ。だからそのスピエラのグラム数っていうのは徹底して測っていかないとすごい危険です。これだけ言っておきますね。スピエラが濃くしたら危ないです。で痛みます。うん、こんなにスピエラと GMT 使ってるのになんで痛むのかなって。それはやっぱその量とかをちょっとでも間違っちゃうと結構大変ですね。でシステアミンもね結構ダメージにもなってしまうんで、まあ結構ですね、まあ匂いはねちょっと強いですけど、スピエラ GMT は結構使いやすいかなと、思っていますね。はい、まあ使い方もいろいろね。パーマだけは本当に気をつけて、やっていかれるといいかなと思います。まあ、髪の毛って死滅細胞なんで、一度傷むと治りません。ですのでなるべくね、長く付き合っていく髪の毛、ロングの方だと特にそうですけど、そうするとなるべく傷まないような感じでやっていくのがいいのかなと思います。なんでパーマのね、中間水線も一つしっかりやるっていうのも一つなんですが、
まあタイムを縮めるっていうのもね一つの方向かと思います。まあ時間効率も良くなるので、その辺ちょっとスピーディーにねやっていけた方がいいかななんて思ってはおりますね。でうちもねデジコアパーマっていう新しいパーマをちょっと最近やってるんですけども、デジコアパーマはここではちょっと言えないですねデジコアパーマっていうのを、まあ、最近ちょっとやって、まあ、どういうものかっていうのは、まあ、普通にかかりづらい人がかかるようなパーマです。簡単に言います。かかりづらい人がかかる、そして薬剤のパワーも弱くてかかる、まあやった後仕上がった後の、なんちゅうの、ゴワつきだったりとかそういうのも取れて、まあ質感逆に上がるというかな、やる前よりはちょっと質感が上がったりすることがあります。で、もう結構やってるんでリターンのお客さんも見させていただいているんですけれども、質感はいいですね、うん、やっぱりまあそこのデジコアにたどり着くまではいろいろちょっと検証して、まあ、失敗もちょっといろいろしてきたんですけども、まあまあうちはねドライイングパーマっていうのやってて、その後に今度デジコアを今やってるんですけども、まあ、ドライイングパーマもねまあちょっとその継続してっていう形で、やっていっております。まあドライイングパーマと、まあドライイングパーマとデジコアですかね、まあその辺のドライイングパーマとデジコアをちょっと混ぜたりする場合もあるんですけど、まあ、ちょっとごちゃごちゃになっちゃうんですよね。でまあそういうような、ものもやってるんで、まあどっかでねこう配信できるタイミングがあれば、まあ、動画はもうすでに撮ってはいるんですが、ちょっとこの普通の YouTube でなかなか流せない部分もあったりとかするんで、まあ、どっかでこう配信できたらいいかななんてデジコアの方も思っております。これでだいたい15分ぐらい熱を入れます。
パンチングシートを使ってるんで、80度ぐらいで、入れます。通常ペーパー使う場合は70度で入れるんですが、パンチングシートの厚さがあるんで80度で入れていきます。